2018年3月16日12時10分特集、2018選抜高校野球大会第6日に対戦する彦根東、高内主将、左、と慶応、下山主将イコール毎日新聞大阪本社オーバルホール、撮影、渡辺京明、拡大、23日に兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕。第90回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が16日、大阪市北区の毎日新聞大阪本社オーバルホールで行われ、史上3校目の2連覇を狙う大阪桐蔭は第4日の第2試合で、21世紀枠で出場する伊万里、佐賀、と対戦することが決まった。彦根東、滋賀、と慶応、神奈川、は注目の、進学校対決。となった。彦根東の高内主将は、有名な学校で、同じ進学校。すごくいいなと思った、と声を弾ませた。慶応の下山主将も、同じ文武両道でやっている学校と対戦できるのは楽しみ、と同調。彦根東は、一体感があって、勢いが作れるチーム。しっかりと対策をしていきたい、と言葉に力を込めた。試合日程へ組み合わせへ今、あなたにおすすめ。